カミソと最強の塩のコンビ、世界最強、マジでっていうのが必要なんですよ。これをね、食べてほしいって本当に思いますよね。ただ言いときますわ、味噌だったら何でもいいってわけじゃないんですよ。はい、ホッティです。今回ですね、ついにやっとお待たせしました、ホッティの3年熟成赤味噌がここに完成しましたよということでお届けしていきたいと思うんですけどね、やっぱりね、赤味噌どうしても欲しかったんですよ。もうこれ絶対いる、本当にいる。お味噌って昔から伝統食って言われて、発酵食品のね、もう王様、本当大元の大元みたいに言われてるんですけどね、やっぱ健康効果って昔からね高いんですよ。もう皆さんね、やっぱり、ね、歴史で分かってるんですよね。だってね、味噌汁は朝の毒消しとか言うでしょ。あと味噌汁は医者殺しって言ったりもするんですよ。あとは医者にお金を払うより味噌屋さんにお金を払えとも言いますし、あとはね、味噌は5割、まあ、お金をめちゃくちゃ借りてでも味噌を自分でしっかりいいやつを作って食べなさいよということで、昔からこう何段言われて散々言われてるんですよね。だからやっぱりね、本当に味噌っていうのはもう絶対に必要。あとね、あの長崎で原爆が投下されてしまった時に、半径 1.8キロ圏内にいた秋月先生っていうドクターがいたんですけど、その人はね、もう原爆の投下前から玄米のご飯に塩、めちゃくちゃいい塩をかけて食べろとか、あと味噌汁をとにかく飲みまくれということを言ってたんですよね。でね、原爆投下された後も、もうスタッフとか自分の奥さんとか患者さんとかに、味噌汁を食べろ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 、いいから味噌汁を食べろって言いまくってたら、周りは原爆症とか癌になる人が誰もおらんかったと。ご本人も89歳まで生きて、奥さんはもっと長生きしてると。いや、原爆から被爆して 1.8 キロですよ、すぐそこじゃないですか。それでも生き残ったと。壮絶な人体実験があるにもかかわらず、変なね、もう味噌ばっかり食べて、抗がん剤とかばっかり使ってるというのが現実ということなんですよね。だからね、本当に最強の赤味噌をマジ食べてほしい。だってね、聞いて、日本人の男性の2019年のデータらしいんですけど、 65.3% が癌にかかるんですよ。日本人の女性の 50% 以上が癌にかかるんですよ。そんな国ある？そんな世界ある？確かにね、僕の周りでも、がんの人です、どうしたらいいですかって言ってくる人もいますし、友達でも正直言ってなってますもん、昔の上司とか部下とかにもね。だから本当にね、がんやばいっすよ、本当に何とかした方がいい。それにはこの赤味噌と最強の塩のコンビ、世界最強、マジでっていうのが必要なんですよ。これをね、食べてほしいって本当に思いますよね。あのね、マウスの実験でもちゃんとデータが出てるんですよ。放射線を当たっちゃった、被爆したマウスがいました。そのマウスに赤味噌をあげると言うと、小腸の細胞がどん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 活性化して、どん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 解毒して治っちゃったというのがあるんですよね。小腸のね、細胞の活性化っていうのは、小腸には絨毛がうわーってあるんですよね、吸収する組織。そこの根元のところに細胞が増殖していくところがあるんですけど、赤味噌を食べると小腸の根元の細胞がうわーって増殖して、どん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 細胞分裂をしていってデトックスしていくということがやっぱあったんですよね。ただ言っときますよ、味噌だったら何でもいいってわけじゃないんですよ。実験では2日間の味噌、熟成させた味噌、あと2週間の味噌、180日の味噌、1000日の味噌とかいっぱいやったらしいんですけど、そしたらね、明らかに圧倒的に熟成期間が長い味噌を餌として食べさせたマウスの方が長生きしたということになるんですよね。だからね、熟成期間っていうのはね、めちゃくちゃ大事なんですよ。熟成期間が長いお味噌でないと、小腸の絨毛の根元は活性化なかなかされにくいと。2日間って熟成って言います？放置でしょ、放置でしょっていう感じがするんですよね、本当に。で、熟成が長い味噌のどういうところがパワーを出したかというと、これはもう一択、メラノイジンなんです。メラノイジン、終末糖化産物って言うんですけどね、終末糖化産物でもいいものと悪いものがあるんですよ。砂糖でできたのはもう最低だけど、これ色素としてどん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 ね、黒くなって、期間をかけて黒くなっていくものは
本当にね、メラノイジンっていうのがいい風に働いて、がんとかの抑制効果もめちゃくちゃ高いということになるんですよね。でね、メラノイジンがどうやって増えるかというと、期間を長く熟成させればさせるほどどんどん増えていくと。白い味噌ありますよね、武田信玄が、ね、陣中味噌って言って、あの本当に米と麹と塩をぐちゅぐちゅぐちゅって混ぜていって、あの戦争と一緒に持っていったっていうやつですね。あれだとね、真っ白白なんですよ。数日ですぐ食べちゃう。だからね、メラノイジンは少ないんですよ。だけど徳川家康が愛した赤味噌はもう最強、3年寝かせないといけないんですよ。なぜかというと糖分がないんですよ。大豆と塩だけな、麹だけなんですよね。だからね、タンパク質と脂分と塩分だけなんで、めちゃめちゃ発酵に時間がかかる、3年ぐらいかかる。そうするとずーっとメラノイジンがどんどん増えると。メラノイジンがいっぱい入った赤味噌を食べ尽くした信長、秀吉、家康は天下取ってますよね。このエリアです、愛知県エリア。愛知県の女性のがんにかかる比率は日本一最低レベル、めちゃくちゃ低いです、かからない。だからね、本当にメラノイジンっていうのが半端ない効果を上げてるんですよ。だけどね、赤味噌嫌いな人いるじゃないですか。だからね、合わせ味噌とか白味噌に 30% でも 50% でも赤味噌を混ぜて使うと。それをね、本当にやってほしいと思いますよね。本当にね、メラノイジンは本当にやばいんですよ。本当に小腸のね、増殖細胞をどんどん作るっていうのもありますし、善玉菌のある乳酸菌を爆増させるということもあるんですよね。で、あと便のうんこの滞留時間を、大腸での小腸での滞留時間を短くするんですよ。どんどんうんこで出す、デトックスするっていうことは、解毒能力がめちゃくちゃ高いってことなんですよ。本当にね、いい味噌を使ってもらえれば体調めちゃくちゃ良くなりますよ。これからのね、花粉症シーズンマジでやってほしい。本当にそう思いますね。ただ味噌屋に行ったらね、本当にいい味噌がない、本当にない。無添加とかね、いっぱいいいような風な天然醸造とか無添加とかいっぱい書いてあるんですよ。だけどね、醸造期間がめちゃくちゃ短い、2日とかね、2週間とかの即醸法っていうのばっかりなんですよ。それだとね、メラノイジンが全然、さっき言ったように赤くないんですよ。赤いとしても本当無理やり色付けしてる。熱いところにボーンと掘り込んで即醸だーって言って、もうバーッと発酵させて 1日2日2週間、もうそれだけでピョーンってできちゃうという味噌になりますんで、そういうのだと全然意味がない。あとね、注意してほしいのは、だし入り味噌、だし入り味噌って書いてたらもうね、ほぼアウト、もうヤバすぎる、添加物だらけになりますので。無添加って書いてあっても危険だし、添加物の入りの出汁入り味噌はもっと危険ということになりますので、その辺はね、いい塩、最強の塩と最強の大豆と木の樽と自分で僕に作る。僕らがね、セミナーをね、3年前にやって、その時ね、お客さんにね、塩とか溶くのを手伝ってもらったりしたぐらいですからね、もうものすごいいい最強の味噌が3年間でやっと仕上がりましたんで、これから皆さんお届けして日本人をマジで健康していくというふうに思ってますんで、何回もさっきも言ったんですけど、合わせ味噌、白味噌に 20% でも 30% でもいいから、メラノイジンたっぷりのホッティの赤味噌を出して、しかも熱に強い、炊いても大丈夫。だから味噌煮込みうどんとかあるでしょ、味噌だれとかあるでしょ、ああいうのは赤味噌ばっかりなんですよ。料亭でもホテルでも最高級なところに行ったら、最後に出てくるのは絶対赤味噌の味噌汁なんですよ。だから本当に美味しい。赤味噌ね、まずいって言ってる、辛いとか言ってる、味合わないって言ってる人いるんですけど、違うって、その赤味噌じゃないから、全然味が違うから、本当に試してほしい。健康をみんなで維持して、マジでがんにならないように、がんになる 60% の人に入らないように、 40% のうちに入っていって、元気に赤味噌で過ごしていってください。ではまた、ここの共有ボタンで大切なお友達にお知らせしてあげてくださいね。では。